N ゲージのね、ジオラマですけど、しょっちゅうあのこれもミトタリスマンみたいなね、まあ、地球はそんなにねいじらないつもりなんですけど、よいしょ。実は、街並みはね、しょっちゅう変えようかなと思っています。ちなみにこれ、母の持ってたそのテザーの、ね、パンツ入ったんですよ。いる？ちょっと、いいんだよね。ちゃんと入ってるとわかるでしょ。お腹ちょっと最近大きくなってきました。中国がね、非常に怖いって言っても、まあ、軍事力は怖い。で、経済力も怖いでしょ。経済力は軍事力を担保する。怖いね。世界最強と思いきやね、世界最強になるはずだったんですよ。ところがそれにブレーキがかかって、理由は民族問題っていうより民族問題っていうレベルなんですよね。要するに家屋困難問題ってずっと言われてる問題、何千年もね言われてる問題、これが原因でいつも中国は統一国家になったり分裂国家になったりを定期的に繰り返してるの。だからもう中国はほったらかしでええねん、触らんでええねん、一つになったりバラバラになったりするねんから、どうせこれ他と関わる人とあかんねんけどね。でも昨今そうも言えない技術レベルでしょ、まあ、世界中がね。そしたらまあどうしても関わってしまうやんか、ね、向こうも関わってしまうし、関わりたくないんちゃう、本当にほっといてほしいんちゃうかな。で、まあ、今やったら家屋満州勢力、要するに定期的に家屋にね、異民族が乱入したんですよ。で、本来中国の文明作ったのは私たち日本先住民です。そのエミシの一派の春名家、エルメスの春名、ね、エルメスと中東の、バビロニア、ペルシャ、ローマもそうだし、ヨーロッパもね、エルメスの代表的な人たちで、スラムもね、エルメスなんです。でスメルもシメルも、ね、エルメス、フェニケもエルメス。それに対して、いつも言ってる問題、ヘブライ人って言って、まあ、ユダヤ人って言った方がいいんですかね。ヘブライ人っていうと、ユダヤ人に協力したアラビア遊牧民っていう人たちがいらっしゃってね、これは決してユダヤ人の類型じゃないんですけどね、いわゆるそのアラブじゃなくてね、アラビア半島の人たち、砂漠地帯の、ね、この人たちをヘブライ人って言うんですよ。まあユダヤの協力者、まあ、本来はエルメスなんですよ、アラビア人はね。でバビロニア人とかエジプト人とかペルシャ人はもうれっきとしたエルメスなんです。ギリシャもね、ローマもエルメスなんです。でトルコ人もエルメスです、ね、で中国でもその問題がありまして、エルメスとヘブライの問題、ヘブライ系っていうのは中国が、まあ、目の細い人たち、まあ、中東のね、ユダヤ人はね、目は細くなかった、なんだかってムー大陸崩壊後はね、バングラデシュに預かってもらったから、ね、だから、まあ、うちのとそう大して顔は変わらない実は、ね、そやけどカバールイダの方はね、あのバイカル校の方に、バイカル系の人たちに預かってもらった。で、その人たちはね、あの北方寒冷適応ってね、で、目が細くなったわけ。これも、あの生物学的な問題だそうですけどね。で、なんかカバールイダっていうのが、東アジアでは天下取ったわけ。で、西半球では、アシュケナジユダヤ。うちらと対して顔が変わらないですよ。イスラエル人もね。うちらと対して顔が変わらないじゃないですか。エルメスとね。で、まあまあ、うちはもう東アジアの血が入ってるから、その、寒冷適応したような、バイカル系の顔も混ざってると思いますが、もちろんね。特にメガネかけてるときはね。外すと、日本の先人特有のね、丸顔パッチリ目っていうのは分かりだと思いますけどね。で、その、東アジアでは、その、キッタンと呼ばれる、チンド始皇帝の軍団、ね。まあ、これがカバールイダやったんですね。まあ、遊牧家に特化したユダヤ人で、これが強かったんですよ。で、アシュケナジー系のユダヤ出身がジョフクって呼ばれる、まあ、魔導士ね。で、この人は目下に使っちゃった、ね、だから要するに顧問にしちゃったの、カバールがアシュケナジーを。で、東アジアではそういう構図であり、で、モンゴル人とかツングス人、まあ、ツングス人はまあ、キッタン女子のことと言うかどうか別としたら、ツングス語族と言うわけで、
まあ、チョンツンゴス所属とかね、まあ、北アジアの人たち、ね、だからその北アジアの人たちに預かってもらったから、ツンゴス と、カバールでは同じ顔をしてるわけです。そういうふうに説明のがぴったりくるから、だからあの北の顔、要するに旗の顔、要するに秦の始皇帝の連中の顔、要するにヤンバンでいうとパクの方ね、で女子の方が、リの方がね、イの方ね、イスラエルのイエ、リの方ね、それ。で、中国とか、香港でヒュリーの方ね、いないね。で、だから、ツンゴス系の顔しててもね、要するに、ほんまにおわらかな人おんねん、もちろん。それはね、本来のツンゴス人やねん。目が細くてもね、かわいいかわいい性格のおばちゃんとか、あんの本来のツンゴス人やねん。そこに預けてん。穏やかやから預けてんけど、やっぱりモー大陸の遊び文明、アトランティスを滅ぼした遊び文明、いや今だって日本人いっぱいあるよ、うちらと同じ民族からもね、遊び文明 の、 あの犠牲者っていうか消費者っていうか、どうやったらやろうな、まあ、こんなも遊び文明ですけど、でも自分で作る要素少ないけどね、 N ゲージはね、でも自分で作りたいね、本当は暇がないからね、その車両の作り方とかもね、こういうちゃんとそんなも読んでますからね、時々パラパラっと、まだパラパラに。昔はこんな工作いっぱいしてて、もう小学校の先生に怒られて、工作しすぎて、そんな宿題出してよみたいな、余計なことしてた、誰がそんなの作れるって言って、でうちもそこまで言われると思って泣いちゃったら、クラスメートが先生言い方ひどすぎるってかばってくれたけどね、かばうとかばるだ知らんけど関係、ハザードだと思うかな。だからその目の細い人たちもね、めっちゃ可愛い、めっちゃおおらかな人おるからね、混同したらあかんで、な、混同してまうしややこしいし、だからもう本当に思考を変えるでな、瞬別したらあかんで言っとくけど、でそのだからフリーメイソン会でみんなでいいかって、ちゃんとこうやってね、少なくともこれはもう入れないといいではこのぐらいが多分限界、フリーメイソンはさらにここからもっと面白くしていくんやんか、でこれも多分お見取り図程度のもんですよ、はっきり言って、イルミネーターここまでできますよ、フリーメイソンはここからさらにもっともっと細かく細かくしていくわけやんかね。で例えば絵とかやったらね、イルミネーターどこまで描けるのか知らんけどね、うちぐらいまで描けたらフリーメイソンですよ、楽器もね、うちぐらいまで弾けたらフリーメイソンなんですよ。じゃあイルミネーターはそれをまあ羨ましがるかね、頼むかね、その稲荷でなんとかコピーしようと侵入してきて、で、ある程度コピペできたらどっかに言うと逃げて、なんかそれを打ったりするっちゅう芸人志望者にね、そういうことずーっとレンジクリームにとった狐付きのことやねん、ザクッと言うとイルミナティって、あ、そういえばイルミナティと狐付きってなんか同じ意味っぽいやろな、疲れたやろ、じゃあ疲れんでも彼らの話したろな、どっちもうちの子孫やけどな、エルメスもな、以前も要するにフリーメイソンもイルミナリっていうもうちの子孫ですけどね、なんか末っ子二人に金庫版と倉庫版をやらせたんやんか、その事情はいろんな神話に書いてあるやんな、旧約聖書だけでなくゲルマン神話にも書いてあるね、で日本の神話はちょっと上手にいまいち上手に書けてないけど、魔王国にしなったのくだりやろな、でしょ、だからそのまあ思考回路でその説教するしかないね、本当は実はね、民族対立とか人種対立とか地球人対宇宙人みたいにするよりはな、ほんまはその構図やねんで、ウイルスの攻撃を受けたわけやから、受けたんちゃうで、ウイルスの攻撃を受けたわけやからな、うちっちゅう人間が生まれる前のマリコ受精やな、それは地球なんですけど、その受精後に誰か精子入れよって、しかも受精後にセックスしたんや、うちの母は受精後のセックスによりやってきた精子は全部 RNA、 すなわちウイルス扱いやの、もちろんだから宇宙人やろ、でそれ以来の人たちは、まあ、うちのこの本来のこの顔とは本来ちょっと杉田先生はね、
の陣地についてるけど、杉田先生顔細くてこんな感じでしょ。それがちょっと混ざってるねん。しゃあないん、若干混ざんねん、こんなんつけられたらな。せやけど体型はまあ、ね、まあ、ほぼじゃないわね、女男かなんか分からんやろ混ざってんねん、嫌やわで、ヒゲも定期的にあるし、まあ、まあ、ヒゲ生えても剃ったらしまいし、その鳩麦しっかり取ってんね、摂取してんね。お風呂にも鳩麦水入れたり、あと鳩麦茶のもっとじゃないわ、まあ、おやつとして食べれる鳩麦、ね、美味しくしたら鳩麦、ほんまは鳩麦あんな美味しないはずやけど、焙煎鳩麦っていうかな、美味しい、ね、茹でたらむっついよ鳩麦うえってなな、雑学コラムじゃないからなちゃんと言いたいことあんねん。で、その中華人民共和国のその南北対立っていうのがもう延々があんねん。で、よくその日本が、大日本帝国が第二次世界大戦中にその南北の対立、中華文明における南北対立を利用したっていうふうに書いてあるものもあるよ。なかなか鋭いね。でも悪用したんじゃないよ。だって南中国は日本先住民と同じ民族やからやね、江南系は。まあ、例えば関西の日本料理の味付けっていうのはね、はっきり言って上海のね味付けともね全く同じなんですよ。つまり瀬戸内海と浙江はつながってるいうかね、要するに瀬戸内海があって、あ、こちらのお客さん、瀬戸内海があって浙江があるでしょ。一番奥に大阪やん、瀬戸内海の一番奥な。で、浙江に上海があんの、つながってんの、な、同じ味付けやねん実は。まあ、関西料理って言った方がいいけどね、日本料理ってちょっとおこがましい言い方はあかんけどね。で、結局その浙江文明の、まあ、奥に、まあ、宋とかあったわけやし、で、もともと家屋もうちら先住民、日本先住民のね文明やったわけ。要するに復帰からうちらやで、ジョカがウイグル帝国、大ウイグル帝国の女性で、バンコっていうのも大ウイグル帝国のことやけど、実はバンコっていうのはセルモのお尻っていうか、セルモ大陸のバンコって言って、実はセルモ大陸のことバンコって。でジョカっていうのは誰って、大ウイグル帝国ってうちやね、ごめんな悪女列ってセルモ大好き女になっちゃう、ごめんなさい。でも復帰っていう男性は、だから坂本君に対して杉田先輩っていう昔のね、そういうラベル関係の構図ね。で、坂本君は猫になっちゃいましたっていうのは、さやか祝言で笑う話な、さらにいいとして、まあ杉田先輩と坂本君との話にはもちろんさやかも絡んで非常にややこしかった。当時さやかはほんまに加藤さんやったけど、なんとかね、当時はね、ほんまに今お辻家に生まれてるけど、あの人はややこいやろっていうのは、平家の母の方がもともとは、加藤の旦那ごったはずやねん、ずっと昔の次元の。それが今はうちの父の5歳になったわけ。うちの母もね、再婚やけどね、うち の大阪の母はどっちも再婚やけどね、父は再婚のやつなんだから、実は戦前にいっぺん結婚はしてんからね、戦前にいっぺんうちを作ってるから、母と、佐藤の母と。で、戦後に別の女性、あ、医者とね結婚して、で天禄はその女性がやってあったよね、開業し、開業ね、祖父のお土田松の天禄の眼科医にね、ついてたのが父の嫁やったけど、でもそれがうまく、お続けとうまくいかなかった。で結局、再婚することになって、で、平家の母と結婚した。まあ、父はコランチル作るときに、平家の母の、おじたちと非常に、関係あったわけで、ね、反対のね、医学部のことね。で、岡川とか、のことですわ。要するに母方とはね。で、
それじゃちょっと言わんとかね。そっちの方は。今ちょっと懸案なりで、そっちはね。また言うときは来ますよ。ね。うち、懸案大好き人間やったけど、今も名鉄大好き人間やからね。で、ドラゴンズ大好き人間やから。もう、鬼蛇ドラ公開っていう、邪悪な、邪悪な愛し方をする、気持ちを表明してますからね。あ、ちゃん、この色ちょっと微妙。清原ソングやった。ソングちゃうわ。ごめんね、脱線ばっかりして。だから、中国は定期的に河北方面から、侵略王朝を迎え取ったわけで。で、また似たような侵略王朝がまた、全土取るか言ったら、もう大体そんな時代はね、もう初期の話で、もう侵略王朝を防げるようになってきて。で、北中国、南中国っていう構図が長らくよう続いてはこう。で、逆に、江南系南中国から、中国全土を回復することもあったから、明っていう国は、江南系って言われてるけど、その後、河北満州系。まあ、実はもともと日本の天皇家だった、清っていう、清ね。あれに逆転されて、今度は清が中国全土を取った。しかし、江南系は非常に抵抗したわけ。で、その江南支配に手を焼いた、河北満州勢力の、清はイギリス人と結託して江南の迫害を始めた。その一環がアーヘンやねん、実は。で、その延長上にアーヘン戦争があって、で、アーヘンを石膏にぶちまけた、まあ、上海にぶちまけた石膏の層、石膏層とかだったかな、の林則徐っていうのを、河北系の政権は嫌うわけ。では今、中華人民共和国は河北系の政権で分かるよ。林則徐のこと全然褒めへんやん。まあ、実は林則徐って日本人だったんですよ。だから、江南人は日本人やけど、もともとね。林則徐って、割と最近まで日本人やった家の人やん。林さん。いやね、だから林家っていうのをね、中国、河北政府が嫌がるの。林家って多分日本の忍者だろって知ってんの。バレて中国のリンケね。まあお互い技かけ合ってますよ、もちろんね。で、結局その下の階級っていうのはね、もう江南系って新十戦国時代ね、そのあたりにの残党やね、下の階級って、ね、要するに春名家の江南系になった人たち、あれが下の階級で、侵略王朝が来ても、官庁はやっとやる、任せてくださいと。で、政治はそちらによろしくお願いしますと。霞が関普遍みたいな、日本でいう。それと似た構図なんですか、下流階級4000年みたいな。で、下流階級の支配という表現もされる。上に乗っかってる王朝は何民族かわからん、中国は。そういう表現もされる。ね、で、結局、その、大使統治の下流階級なんですけど、ね、孫文とか持ったでしょ。ただし、その習近平っていう人は、まあ、スタイル会議じゃない、ね。あれはまあ、満州軍閥系。満州軍閥っていうのは、まあ、キッタン、女子。要するに、ユダヤ人。カバールとアシュケンジ。ね、新清とか子はアシュケンジのね。要するに、天智天皇、天智王朝、残党やね、あれは。ね、もう、白杉の絵で、天皇を裏切った天智は結局、まあその後、まあその子供が人心の乱で天武天皇に仕返されたと。ところが天智の娘は天武天皇を処刑したと。で、今度は天智天皇の片腕であった古谷ね、および舎人大将軍が実は持統女帝を処刑してる、実はね。まだその時まで生きとったんちゃうかな、平野のあれは。隠してもうとった、フリアに、ね。まあ、もう遠くに逃げて、要するに。まあ、すぐそこの元町の他に、先住民の首都があり、で、平野のあれが政治しとったけどね。歴史を教えてくださいって、児童が言うから、教えたら、全然ちゃうこと書きよるから。で、カンカンに怒ったわけやけどね、実は平野のあれはね。で、まあ、児童が、
テムをその処刑室からもう樽漬けの件しとったから、手足切ってな、樽漬けにされとったテムでも児童によって、まあほんまの悪事はそんなんよね、実はな。でしゃあないから古谷と大友が人心の乱の英雄の二人、古谷と大友がしゃあないから攻めてきてん、でここ来て、でうちの仙台に怒られて、え、不意に古谷言うて、お前それでも物の上かと、いや実は事情がありましてって言うまでに散々抵抗したから、先住民主とも、ね、それは実は当時日本に着いたばっかりの奈良仏教と言われる、まあまあ密教系やね、実際にあれはね、聖徳太子は実は密教系やからね、本当に。でだから四天王寺でお大師さんがあんねんね、お大師さんじゃなくてお大師さんがあんねん、陶器市だね。とにかく奈良仏教系が必死に抵抗してくれて、日本神道はもう助けようがなかったから、神道系はね、古谷と大友が来た助けようがない、だから奈良仏教は抵抗してくれて、それが地蔵門、めっちゃ古い伝統から めっちゃ古いことを一生懸命供養してくれたんで、お世話になってんで、お寿司家も後でその話聞いて、まあ天照って代々お寿司家やから、で薩摩の方でそれはちょっと仏教に消えさなあかんなってことになって、で浄土真宗しかなかったから、浄土真宗に 西しかなかったから、西はないで、それに消えしとってしばらくない、なんか長いこと、まあ、うちもだから浄土真宗西本がじゃあやってんね、こっち来るまでは。でまあそんなわけなんですけど、日本でもそのエルメスとユダヤの対立構造があったけど、まあうちらは負けたね、その時にね、その時にようやく負けたっていうわけで、だって天武天皇は藤原大王、すなわち先人やからな、藤原家やから。で藤原王者も聖武天皇で終わった。で聖武天皇の奥さんは中富光明氏、どっちも藤原じゃないね、中富は藤原じゃん、中富は鴨、つまり徳川とかの先祖、まあこの間伊賀美っていうのも言うんですよね、中富の鎌足の長男は伊賀美っていう人だけど、中富の伊賀美が大友の府兄の大軍を迎え撃って穴ぼこを掘って、まあ、守山のあたりのところで失敗した、処刑されて伊賀美がね、まあそんな悲しい、ね、歴史もまあご説明しながらですね、で結局中国の方に話戻しますと、その中国では鄧小平いう人が出たでしょ、話本題戻すねごめんね雑談じゃないけど、の脱線というのもあれだけど、鄧小平が資本主義を推進した、資本主義を、ね、推進して、それで今中国経済強いね、だけどだからこそその鄧小平は、ね、失脚してんね、政策は成功、政局で負けたね、でしょ、じゃあ結局資本主義で勝つって言われへんの、今の中国指導部は鄧小平を失脚させたからやるから、ね、で鄧小平の鄧っていう名字変換されへんやろ、スマホとかでもいっぱいいろんな難しい漢字変換されるの、なぜか鄧小平の鄧、テレサ天の天、なぜか変換されへんやろ、あ、それはテレサ天が台湾人で鄧小平が失脚したからちゃうんっていうのもそうやけど、そんな浅い問題じゃない、実は鄧家、鄧家っていうのはその七王家の一人やね、一つやね、で蔡英文のな、台湾総統の女性蔡もその七王家の一つや、ね、あとその七王家の一つ言ったら愚美人の旦那で有名な幸運、幸とかな、恩、あとはどんなやつかまた思い出しとくわな、ローマも七王家、祖も七王家やった、まあイギリスも七王家やったけどね、で、まあ、全部エルメスはそういう考え方や、そもそも七王家による皇太っていうのが王国や帝国作る時も健全だろうって考え方や、実はまあ長く続くわけ、まあ、そうはかなり長く続いたんですよ、ね、でところが秦の始皇帝が中国制覇してしまった、ね、でその春明けは、まあ、死体を階級になったわけや、ね、そんなんがあるからその鄧小平万歳って言われへんよ、もちろんな、江南万歳、蘇王朝万歳みたいになっちゃうからね、これが家屋権力には絶対言われへん、ね、だから今は家屋政権やったら分かんない、資本主義をあんまり褒めたたえないでしょ、資本主義と社会主義の統合により世界
最強になるとも言わへんでしょ。経済でも軍事でも、軍事を支えるのはもちろん資本主義経済から、現在は、現代は社会主義共産主義でも無理やねん。で、資本主義一生懸命頑張ってもらわなあかんけど、鄧小平のトーンじゃ変換させない。で、資本主義っていうか、その経済で勝つぞって歯切れ悪いな、こう中華は。そうでしょ、鄧小平を迫害したから。だからその総長復活とか、そんなそんな文脈が家屋満州権力は嫌なわけ、ね、これが、まあ、真相やで、ね、だから孫文とか、ね、孫氏とかの孫、あと孫正義とかね、あと孫氏正代とかね、あの人はそんな出世とかないけど、最後の孫もだから孫の関係者ね、実はね、王家じゃなかったかみたいだから、孫は、まあ、五の王家で言うんだよね。だけど孫は本来孫の王家の一つだったはずやねん。で、本来の号は孫の国名じゃないからね。で、まあ号皇陵とかね、号房とか、その号をその春秋戦国時代のね、その号、最初の号はね、あれもうバリバリ日本の海賊やねん。で、まあ月もね、バリバリ日本の海賊やねん。風景省の家境有名やろ、風景省の人たち、バリバリ日本の海賊やねん、もともと全部河野とかそんなやつだね、もともと服がくっつきますし、まあ、全海賊ね、もともと日本のまあそれは言っといて、だから春だけやねん、まあ、ノリ一緒やろ、ヤクザ工作もベトナム、あ、もともと日本の海賊ね、全員同じ民族ね、一位体制俺で、その言っといて、その結局その江南勢力が伸びるの嫌よね。でも大きいも江南勢力やねんな。で、李克強の李っていう名字がな、まあ微妙な動きをする名字やろ、だから女真系やから。で、習近平は吉檀系やな。で、吉檀に対して李はやっぱりその召し下げされるかもしれないわけ。日本の天皇家は、まあ、李系に、まあ、顔はね吉檀系になってるけどね、今の天皇家でも一応李の系統っていうのは、まあ清高く新王朝女真の王朝やったはずやからねんけど、だけどまあ天智王朝が中国に逃げた時にそこで吉檀と混ざったでしょ、ね、もうしゃあない混ざるでしょうね。で、吉檀の女真が混ざって、カバールとアシケネジが混ざった。ただね、習近平のちょっとそのおおらかですよ、意外とあの人だから吉檀に利用されてる本来のツングース人やねん、あの人複雑な構図やろ吉檀の傀儡のあの中国の主席やねん、純粋なツングース人やねん習近平。だから結構人の寄っちゃいねんで、まあ吉檀の中にもね、吉檀と言いながらパクの中にもね、パクと言いながらめっちゃ人の寄っ、それは本来のツングース人や、吉檀の傀儡にされてる。じゃあおるやろ、河村隆とか結構適当やろ、バクやからですもんな。あれも本来の純粋ツングースや、複雑やな、あっちはなんとか救いたいけど、もうややこしいことするから救われへんやつな。な、まあだからあの鄧小平の復活は吉檀王朝、現在の中国吉檀王朝の滅亡を意味するやろ。なだから資本主義を頑張りにくいっていう構図やし、まあ中国を統一するために導入した共産主義っていうのはね、共産主義を否定したり社会主義を否定したら、で資本主義で必ず勝てんね、本来中国を資本主義にしたら絶対世界最強の、何から何また最強になるんだけど、それができない理由は吉檀政権やからね、今の中国は。分かった。だから中国は意外と弱いというか、そこをつけば必ず中国は崩せるって言ってるやないに、常に言ってるやろ。それはこういう事情があの理由なんです。